ペーパークラフトの大制度ペーパークラフトとは紙を素材として作る模型でカードモデルとも呼ばれる。一枚の紙から様々な大きさ、色、形の部品を切り出して組み立てるものと定義することもある。印刷された平面の紙を加工し立体に作り上げる。組み立てる前の平面の状態は展開図などと呼ばれる。パソコンが一般的になる前は 書籍などで流通していたが、現在ではデータでの販売も進んでいる。また、アマチュアが作成したものや、会社のプロモーションとして制作されたものが、インターネット上で無料で配布されることも多くなっている。子供用として配布されている簡単なものから制作に、数日を要する複雑なもの、A4 用紙1枚に見とない部品だけで完成する小型のものから、 同じ用紙十数枚を使う大型のものまでいろいろなものが配布されている。ペーパークラフトのプロフェッショナルも存在し、彼らの中にはコンピューターを使用せずに定規などの器具による作図で複雑な作品を制作する者も,もいる。ペーパークラフトでは実現したい局面を紙で実現可能な家庭面で禁似する必要があり、その設計は従来手作業でのトライエラーしか手段がなく、 かなりの技術と熟練を必要としたが、近年は 3DCG ソフトで制作したポリゴンモデルから展開図を生成する市販ソフト、ペパクラデザイナーなどの登場により、比較的容易に設計ができるようになっている。ありがとうございます。